皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日はダンベルのみでできる筋トレ最強種目6選ということで、自宅でのトレーニングに使えるエビデンスレベルが高い種目を6つ紹介していきます。現状 Amazon で安く購入できるダンベルベンチとしてはこちらがおすすめです。可変式のものが最近は流行っていますが、私が1年前に使っていた可変式ダンベルはトレーニング中に壊れて危険な商品でしたので、やはり従来のダンベルが安全性や耐久性、金銭面的にもおすすめになります。本日はエビデンスが確立していて、なおかつダンベルがあればできる種目を網羅的に解説をしていきます。それでは行きましょう。ダンベルのみでできる最強種目、まず1種目目はダンベルベンチプレスです。大胸筋のトレーニングにはこの種目が最強です。2017年のリオデジャネイロ連邦大学の研究では、19名の筋トレ経験者を対象にしてダンベルベンチプレス、バーベルベンチプレス、スミスマシンを使用したトレーニングで大胸筋の筋活動を筋電図で分析するという研究が発表されました。対象者は少ないですが、筋トレ経験者を対象にしていますので、とても貴重な研究だと言います。そして結果としてはこんな感じになっていました。最も大胸筋の筋活動が高かったのはダンベルベンチプレスという結果でした。また2010年に行われた EMG 研究においても、ダンベルベンチプレスが最も筋活動が高いというデータがあります。ダンベルベンチプレスの大きな特徴として、関節の可動範囲を広く取れるということが挙げられています。バーベルの場合は腕を下に下ろして大胸筋を伸長させる際に、バーが邪魔をしてより大きな肩関節の水平伸展、つまり大胸筋の伸長刺激を加えることができないんですが、ダンベルの場合はバーがありませんので、より大きな伸長刺激というのを大胸筋に与えることができるんです。現在の筋トレ科学では、筋肉に伸長刺激を与えること、そしてより広い関節可動域の範囲でトレーニングを行うことが、筋肉に刺激を与えることができ、より筋肥大率を上げることにつながりますので、ダンベルベンチプレスではしっかりと大胸筋を伸長させる式で行うようにしましょう。そしてベンチ台の角度を調整することによって、大胸筋上部、中部、下部のトレーニングを分けることもできます。こちらの図は2020年にアルメリア大学から発表されたベンチプレス台の角度による大胸筋、三角筋、上腕三頭筋の筋活動を表した図です。台の傾斜角度は0から60度で解析が行われ、図を見ていただくと分かるように傾斜角度30度、つまりインクラインになるにつれて大胸筋上部繊維の筋活動は高まり、その分大胸筋中部繊維、下部繊維の筋活動は低くなっていることが分かります。一方でベンチの角度はフラット0度の場合は、大胸筋中部、下部の筋活動が最も高いことが分かります。つまり大胸筋上部のトレーニングをしたいのであれば、ベンチの角度は30度、中部、下部など全体の筋活動を上げたいのであれば、ベンチの角度はフラットでトレーニングをするようにしましょう。ダンベルのみでできる最強種目、まず1種目目はダンベルベンチプレスでした。ダンベルのみでできる最強種目、次2種目目はインクラインダンベルカールです。上腕二頭筋を鍛えるならこの種目がおすすめになります。2009年にリオデジャネイロ連邦大学から、様々なダンベルカールにおける肩の位置が上腕二頭筋の収縮に及ぼす影響に関して調査が行われました。対象は22名の男性で、最低でも1年間の筋力トレーニングを行った被験者です。ダンベルカール、インクラインダンベルカール、ダンベルプリチャーカールで、どの種目が最も筋活動が見られるのかの分析が行われ、結果としては実際の論文の表を出すとこんな感じになっています。肩関節の角度でフェーズが分けられてデータが出されているんですが、肘関節の角度の広さや負荷の逃げにくさを考慮すると、インクラインダンベルカールが最も上腕二頭筋のトレーニングとして優秀という結果でした。これはインクラインダンベルカールで肩関節の伸展が起こることが理由に挙げられていまして、肩関節の伸展要素を加えることによって上腕二頭筋長頭に伸長刺激が入りますので、これによって筋肥大が引き起こされやすくなるというわけです。これは最新研究でも筋肉の伸長刺激の重要性が謳われていまして、2023年にミナスジュライ連邦大学から発表された研究では、19名の被験者を対象にして上腕二頭筋の伸長刺激の重要性に関して詳細な調査が行われました。研究の方法としては、19名の被験者にアームカールを実践してもらって、片方の腕では肘関節屈曲、
0から68度の間でアームカールを行い、反対の腕では肘関節屈曲68度から最終域までアームカールを週に3回、8週間継続して行い、どちらの腕が生理学的横断面積、最大筋力が向上するのかの分析が行われました。この研究は対象者は少ないんですが、同じ対象者でトレーニングの比較を行っていますので、個人差がない、とても信頼性が高い研究だと言います。そして結果としては、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていました。肘関節屈曲68度から最終域まで動かすファイナル ROM グループと比較し、肘関節屈曲0から68度の間で動かすイニシャル ROM グループの方が最大発揮筋力が向上し、なおかつ上腕二頭筋、どの長さにおいても生理学的横断面積が向上したという結果でした。0から68度で伸長刺激を加えることによって、アルファ運動ニューロン、つまり運動神経をより復活させますので、最大発揮筋力が向上し、なおかつ筋肉への伸長刺激によって、筋実質への刺激も高まることで、筋肥大率も向上するというのが結論になります。つまり、筋肉の伸長刺激が入りやすい、インクラインダンベルカールは、上腕二頭筋を復活させるためには重要な種目というわけです。ダンベルのみでできる最強種目、2種目目は、インクラインダンベルカールでした。ダンベルのみでできる最強種目、次、3種目目は、オーバーヘッドのダンベルトライセプスエクステンションです。上腕三頭筋のトレーニングには、この種目がおすすめになります。2018年に、聖カロルス病院から、肩関節の角度を変えて、肘関節の伸展を行うことによって、上腕三頭筋の内側と外側と長頭の筋活動はどう変化するのかの研究が発表されました。研究の方法は至って単純で、こちらの図を見ていただくとわかるように、肩関節の屈曲0度、90度、180度で角度を変化させることによって、どのような変化が生まれるのかを分析したんですが、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、肩関節屈曲0度、つまり肩の角度を変えないことによって、上腕三頭筋内側と外側との筋活動は最大化し、上腕三頭筋長頭の筋活動は最も低く、逆に肩関節屈曲180度、つまり肩を上に上げた状態では、上腕三頭筋長頭の筋活動が最大化し、上腕三頭筋内側と外側との筋活動が最も低くなったという結果でした。つまり上腕三頭筋の中でも筋肉のボリュームが最もある長頭をトレーニングするためには、肩関節屈曲180度の状態で伸長刺激を加えながら肩関節伸展、肘関節伸展の動作をすることが重要になります。オーバーヘッドのダンベルトライセプスエクステンションはこの2つの動作を可能にするトレーニング種目ですので、上腕三頭筋を分厚くするためにはこの種目がおすすめになります。上腕三頭筋は上腕二頭筋の約 2.5 倍の筋肉のボリュームがありますので、上腕を分厚くするためには欠かせない筋肉です。特に上腕三頭筋長頭は他の内側と外側とと比較し、圧倒的な生理学的横断面積を有していますので、上腕三頭筋は長頭を中心にトレーニングをしていきましょう。ダンベルのみでできる最強種目、次4種目目はアップライトローです。僧帽筋上部繊維のトレーニングにはこれがおすすめです。2005年に早稲田大学から発表された僧帽筋の筋電図解析によれば、僧帽筋上部繊維の筋活動を最も高めるのはアップライトローであるというデータが出ていまして、なおかつ三角筋中部繊維のトレーニングとしても優秀ですので、肩の上部の厚みと外側の厚みを作るためにはアップライトローが有効となります。僧帽筋上部繊維のトレーニングでシュラックをお勧めしている方がいますが、シュラックが有効となる方は怪我をしている方に限定されますので、今現在何も痛みや怪我がないという方は、肩の上部の厚みを作るためにダンベルを使用したアップライトローを実践するようにしましょう。ダンベルのみでできる最強種目、4種目目はアップライトローでした。ダンベルのみでできる最強種目、5種目目はダンベルショルダープレスです。三角筋全部繊維のトレーニングにはこの種目がおすすめです。こちらの図は2000年にバスキンが行った筋電図調査の図になります。見ていただくとわかるように、ショルダープレスが三角筋全部繊維の筋活動が最も高いことがわかります。また、ショルダープレスは三角筋の中部繊維の筋活動も強く見られることから、三角筋全部、中部繊維のトレーニングとして欠かすことはできません。
2013年の総群をフィヨルダネ大学の研究では、このショルダープレスの実践方法に関して詳細に調査をした研究が発表されました。ショルダープレスをやるときにはダンベルを使用する方がいいのか、バーベルを使用する方がいいのか、立って行う方がいいのか、座って行う方がいいのかの使用する器具と姿勢に関して詳細な分析が行われました。結果としては実際の論文の図だとこんな感じになっていまして、まず器具に関してはダンベルの方が三角筋すべての繊維で優位な向上が見られ、座って行うよりも立って行う方が三角筋全部繊維の筋活度はプラス 8%、 中部はプラス 15%、 後部はプラス 24% という結果で、立って行うダンベルショルダープレスが三角筋のトレーニングとしては優秀になります。研究者曰く、三角筋の働きとして肩関節自体の安定性に関与するため、より不安定な立位姿勢が三角筋の筋活動を高めることを述べていました。ショルダープレスを行う際は立位姿勢で行うことが推奨されています。ただし膝関節に痛みがあったり背中に痛みがある場合は、立位で痛みが出る場合もありますので、痛みがあったら無理に立位姿勢で行わず座って行うようにしましょう。なんとなく三角筋全部繊維のトレーニングと聞くとフロントレイズが必要というイメージがありますか。フロントレイズはベンチプレスよりも三角筋全部繊維の筋活動が低い上に、ショルダープレスの筋活動はフロントレイズより 1.41 倍の筋活動が見られることから、三角筋全部繊維のトレーニングはショルダープレスがおすすめになります。ダンベルのみでできる最強種目、5種目目はダンベルショルダープレスでした。論文で解決チャンネル、ダンベルのみでできる最強種目、最後6種目目はサイドレイズです。三角筋中部繊維のトレーニングにはこちらがおすすめです。主に肩関節の広がりを作る三角筋中部繊維というのは、肩関節の外転、つまり腕を外に広げる作用を持っていまして、この動きのトレーニングとして代表的なのがサイドレイズです。2020年にミラノ大学から発表された研究では、10名のボディービルダーを対象にサイドレイズのバリエーションについて詳細に分析をしたところ、三角筋中部繊維に刺激を入れるためには肘関節と肩関節のポジションが重要になることを明らかにしていまして、実際の論文の図だとこんな感じになっています。サイドレイズの際に肘関節を曲げてしまったり、肩関節に屈曲の要素を加えることによって三角筋中部ではなく全部の筋活動が高くなってしまうという結果で、よくあるこういう形のサイドレイズというのは三角筋中部繊維に刺激を与えるためには適していないことが分かっているんです。また肩関節外転0から30度の間というのは棘上筋という筋肉がメインに働きますので、サイドレイズを行う際は必ず肩関節外転90度までは広げる意識を持つことが重要になります。そしてこのサイドレイズは重量の設定がとても重要であり、肩関節が最も安定するスキャプラプレーンの C で行うことで三角筋中部繊維の筋活動は減少してしまいます。スキャプラプレーンというのはミネソタ大学が明らかにした肩関節が最も安定する角度のことを表していまして、この角度にすることによって肩関節の安定化を図れることから、重い重量を扱いやすく、サイドレイズでもこのような少し肩を前に出した状態で重い重量を扱う場合が多いです。ただしこのスキャプラプレーンのサイドレイズは重い重量を扱える一方で、三角筋中部繊維の筋活動ではなく全部繊維の筋活動が上がってしまいますので、サイドレイズを行う際は重量を軽めに設定して怪我を予防しながら、しっかりと肩関節中間位で外転運動を行う必要があります。以上がダンベルのみでできる最強種目6選でした。ダンベルベンチプレス、インクラインダンベルカール、オーバーヘッドのダンベルトライセプスエクステンション、アップライトロー、ダンベルショルダープレス、サイドレイズ、どれも自宅でできて、なおかつ筋活動が高い、エビデンスが確立しているトレーニング種目ですので、時間がないトレーニーは自宅でのトレーニングにこの6種目を取り入れてみてください。お金がかかりにくいダンベルは筋肉のお供ですので、ぜひダンベルを使って筋肉をでかく強くしていきましょう。 YouTube 登録者20万人突破記念で始めた公式 LINE では LINE 限定コンテンツをプレゼントしています。約10万円分の論文データを詰め込んだ筋トレ時短テクニック5選、人工甘味料のすべて、テストステロンの分泌量を上げるための筋トレ完全版の3つの PDF を無料でプレゼントしています。今後もコンテンツを続々追加予定ですので、
ぜひ無料で概要欄から登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。